はい、こんにちは。まーちゃんねるまえはるです。はい、今日はですね、クリスマス見本市にパパが行ってきましたんで、その様子をですね、えいしんくんと一緒に見たいなと思います。はい。このイベントね、残念なことに未成年が参加できないっていうことなんで、えいしんくんちょっと行けない。まあえいしんくんそもそも、ね、学校だったんで、昼間にやってるイベントだったんで、パパ一人で行ってきましたんで、はい、クリスマスに向けての新しいおもちゃ、新製品の情報をですね、見ていきたいなと思いますね、はい、じゃあその前に5秒間今日もやっちゃいますね、じゃあこの間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね、はい、じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう、ふいー、登録してくれたかな、だんだんひどくなってない、なんか黄金の5秒間だんだんひどくなってるよね、うん、ということでじゃあ見ていきましょう、はい、川田さんのブースへやってきました、スリードゥドラスタートのベーシックセット、スリードゥドラスタートのベーシックセットがこれです、はいはい、これは 3D モデラーみたいな、そうですね、あのプラスチックをこのペンで溶かして、そういうのってね、そうそう、これね、割とこんなにでっかいのができる、立体的な、あ、ぶどうもある、これ中空洞になってるので、じゃあ空洞に付けようね、ぶどうとかね、中こちらがスーパームービングサッカー、はい、そうですね、こちらにこれ、ね、ストラッカーボールがくっつくところがありまして、はい、で頭をポンと押していただくと、はい、ストラッカー結構強めに、あ、はい、結構強めに、はい、あ、そうか、ストラッカーとか楽しめる、一回ミスったゲームですね、キーパーのパーツなんかもありますので、あ、キーパーもこのお邪魔虫をキーパーのパーツは別お邪魔して楽しめるって遊び方もできます、発売されてるの、はい、これあの、ね、革だ、ナノブロックの革、こちらはもう発売されてるんで、まずルーレットを回して、ルーレットを回すだけ、あ、これはよくあれですね、ドキドキゲームで、なるほど、ボトルを買ったで、いつか誰かがボッと弾ける、ボッボッ、いつの間にかして、なんか面白そうなもんちゃんがいっぱい出てます、パーティーゲームを手間続きに出してます、そうなんです、パーティーゲームいっぱい出してる、いっぱい出してるね、これも同じです、はい、こちらはヌードルモンスター、ヌードルモンスター、ここでもヌードルモンスターって書いてある、ちょっとね、カップ麺みたいなデザイン、本当にカップ麺、やっぱね、はい、デザインしてカップ麺、これエビを引っ張っていくと誰かが後ろみたいな、そう、ボーンってなるの、目が出てる、パパやってみたんだけどさ、これがね、パパ持ってるからね、ねえ、あれ、なんかなんと最後まで持ってる、あれ最後までですね、すごい時間が目玉、ね、すごい長かったんだね、長かった、長かった、これビリビリ系ですか、あ、これね、これすごい面白い、すごい自動で開いて、ルーレットを回して、はい、ルーレットと同じ色 の虫歯の原因を、このワンちゃんが虫歯なんだって、それで、あの、なんか青い、青とかいうのを取っていくんですけど、あ、なるほどなるほど、こういう風に、ね、金具のとこに当たると、痛くて口閉じてキュンキュンって音が、そうそうそう、かわいい、これは絶対やる、怖い顔、そう、かわいい、でもこれ犬に見えて狼やん、あ、狼、なるほど、いや、犬でしょ、狼って書いてある、トップ車さんやってきました、はい、こっからおなじみの野球版ですね、これ確か球速とかが出る野球版ですよね、あ、そうそうそう、押してんの、うん、あ、そうか、高さの球速が、ね、これ一番新しい野球盤ね、で相変わらずあれですよね、ケルマ球ね、あ、ケルマ球は同じ意味のケルマ球、はい、あの新しいやつはこの球速表示とかしてるんですよね、すごい高くこう飛ぶようになったじゃないですか、はいはい、これも同じ、そうです、あのこれも開示できますか、せーの、お、あ、だ今でも行きましたね、結構、はい、普通にヒットホームランボールも溜まる、頑張れば、はい、スタンドにする、何度かあの場外ホームランをやったことがありますけど、はい、他にも何人の野球盤ですけど、いろんな野球盤がありますマリオ、これがドラえもん、あったんだ、そうそう、右側がドラえもんの野球盤、ドラえもんの野球盤すごいありますね、なんかプレゼントとかね、OK じゃん、ボードゲームなんですけど、新商品、はい、そうです、そうです、
パックンフラワー。今パックンフラワーは寝てる状態でして、はい、残さないようにコインをゲットしてくる。ああ、なるほど。でサイコロを振って出た目数を歩いていくんですけど、はい、例えばコインのマークがあるマスだと1枚ゲットできる。ああ、なるほど。でパックンフラワーが書いてるマスがいくつかありまして、はい、パックンフラワーの書いてるマスで止まった人は1枚コインをゲットできるんですけど、はい、パックンフラワーを1回クリックしたみたいな。ああ、なるほど。クリック、はい、でこれをやっていくと何回かに1回起きちゃう。パックンフラワーが起きちゃう。あ、おお、すごい。起きたら結構すごいよね。これはなかなかの出血系ゲームだ。これさ、パックフラワーの口の中にタイヤのコイン入れて勝ちって言ったよ。最後にコインをいっぱい持ってたら勝ち。それまた違う遊び方だ。ハラハラドキドキがついたボールゲームになって、面白そうです、はい、面白そうね。電池不要です。他にもポイントとかは純粋なアナログゲーム。電池不要なんです、そのポイントとか。はい、ハピネットさんやってきました。あ、これこれ。こちらはこれね、パパ。指に、女の子向けの指にやるんですよ、ね。ハグミンっておもちゃだと思ったの。かわいい。実際触ってみて全然違ったね。これ動くんですか？動きます。40種類ぐらいあって。めっちゃ可愛くないこれ。かわいい。動いてる。かわいい。目もパチパチして。しかも鳴くんだけど。そうなんですか。そのスピーカーついてる。本当だ、すごい。音も可愛い。音も鳴ります。喋ってくれます。これあり。すごい可愛い。あと横にしちゃったりすると寝ちゃったりする。そういうことやね。そうそう。寝ちゃったら、すごい可愛い。ルームセット、こういうハンモックがついてたりとか、あのカップで一緒にお出かけができたりとか。一緒にお出かけもできるの？カップ。お友達でハグミンフレンズユニコーンが9月に。ユニコーン、ユニコーン、これは新しいです。ユニコーンはこれが一応あのルームセットで。あ、他にもあのハグミンは似てるね。いいね。ユニコーンもある。男の子でも結構癒しになるかもしれない。これはね、欲しい。ずっとハグミンって連続向けだと思ってたけど、1440、そうですね。あとこれは1440、ちょっとドローンみたいな。そういうことなんですね。この上にぶら下がってるのは何なんだろうかっていう。この上はパラシュートみたいになってる。すごい、こういうボードの上に人が乗ってるんですね。ボードの上に人が乗っかってて、両側がね、プロペラになってる。すごいすごい。この安定感めっちゃすごいよ、これ。あ、すごいすごい。よくこんな2個で。あ、クイールがよく。あ、そうだね。で、ボタン一発でなんかこういうアクション。それは楽しそう。本当だ。大人も楽しめる。そうですね。後ろハグミンの人見ながら。ほら、これ違う。あ、トイレットペーパーブラスター。ここが CCP さんに入れて、トイレットペーパーブラスター。知ってる。トイレットペーパーブラスターでございます。はい、これはすごい。トイレットペーパーブラスターはですね、トイレットペーパーを手間にしてることができる銃でございます。もう出てんの、これ。で、こちらのレバーを引きますと、トイレットペーパーが中に入っていきます。はい、シャコン。あ、入った。ラブルプールですと2回引いていただいて、中に玉を込めて、シングルプールでしたら3回か4回ぐらい引いていただく感じになります。で、厚みによって変わる。そうですね。で、こちらの方のレバーを上げまして、空気を圧縮いたします。こちらのところに空気が入るように。空気を圧縮する、はい。で、戻すと同時に玉を前に込めております。で、これを下げていただくとロックが解除できますので、これで打ち方ができます。はい、じゃあ実際に打ってみます。あ、すごい。すごいね、これ。すごい、結構な威力です。そうなんです、かなりの威力の球が出まして、すごい。こちらで9メートル。結構すごいよ、これ。9メートル。これって簡単に剥がれるのかな。これ簡単に剥がれる。トイレットペーパーは簡単に、見た限りはトイレットペーパーで拭いていただいて、そう、トイレットペーパーに水を含ませていただくと、結構早く出るようになる。かなり多いですね。めっちゃ早い。あ、すごい、簡単になってる。はい、じゃあ打ってみます。パパ打ってみて。おお、すごい。結構威力がすごいですね。結構勢いあるね。これで上の方2回引いていただいて、はい、上げて引いて戻して下げて、はい、ちょっと手にやって。あ、はい、手。あ、全然痛くないですか。うわ、そう、全然。今一瞬パリッとなのかわからない程度ではない。ちょっとそこに水含ませるぐらいだから。あ、そう、実際は人に向けて打っちゃダメ。ハグミさんやってきました。
宝塚ですか。今夜周りの今アニモジを意識されたやつ。ハンバーガーにジュース。アニモジってある。喋りかけると。喋りかけると動き出す。猫に。あ、口を。こっちが話しかけると。これがいいですね。これが動くの。これは。これは。これは。うん。うん。うん。そう、かわいい。おにゃる。アイコさんへやってきました。これがアイコさんね。これすごいね。虫虫虫虫虫カマキリカマキリ。これね、でっかいソフビみたいな。カマキリ止まった。マジ何これ。このマスクはね、これめっちゃ使えるよ、動画で。なんとか戦士。そうそうそう。面白い。めっちゃいい。ハトとかカラスとかパンダとかネタとか。これ楽しいと思うよ。スケープ。レイシンくん、カブトムシいたよ。メガカブトムシいたよ、これ。すごいよ。でかいよ。はい、そんなわけでですね、クリスマスおもちゃ見本市の様子をご覧いただいたと思うんですけれども、うん、皆さん気になってる、あの、仮面ライダージオーの、ああいうグッズだとか、うん、ベイブレードバーストの、ああいう新製品とか、うん、なんでないのって思うかもしれないんですけども、うん、このあたりをですね、もちろんね、ダメ、撮影 NG ということで、まあ、ジオも始まったばっかりですね。そうそうそう、なのにいきなりね、冬のものがね、うん、こう動画で出ちゃうとまずいんで、撮影 NG ということで、ただパパ見てきました、うん、結構ジオとか出てた。なんだけど、まあちょっと言えないよな、うん、完全にネタバレになっちゃうんで、エーシンクも知らなくていいから、うんうん、ゾイドも出てた。ゾイドもあった、うん、ゾイドも新しい、なんだっけ、D のやつ、うんうん、あの漫画で出てる、うん、そうそうそう、あ、どれでもあのでかいやつがあって、うん、あとはベイに関しては、これ多分言っちゃってもいいと思うんだけど、来月に、うん、あの電動の2つ電動がついたスタジアムが出るっぽい。ダブル、ちょっとね、名前がね、まだね出てなかった、ちゃんと、うん、電動スタジアムしかないんだけど、うん、それと他にも、うん、バルキリーの進化系のベイとかが置いてありました。なんで、うん、そのあたりは今年の末かな、うん、超絶進化システム、そう、すごい楽しみだよね。おー、ちょっとその辺はね、動画にもできないし、写真も撮っちゃいけないってことだったんで、うん、残念だったんで、残念なんだけど、私の口からねお伝えするしかないんだけど、うん、まあ、とにかくいろいろ年末に向けて発売されそうで楽しみだなっていう回でしたね、うん、はい、そんなわけでですね、今回はクリスマスとおもちゃ見本市にパパ一人で行ってきたという動画でございました。よしんくん、一緒に見てくれてありがとうございました。はい、はい、カブトムシのでっかいやつ欲しい。あれいいよね、うんうん、まあそれよりもパパなんかあのマスク、鳩のマスクとかさ、ああいうのかぶりたいわ、うん、いきなりさ、はい、こんにちは、マリさんの今からです。面白そう、うん、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバイ。